金さん皆さん、荒川4拍子の、バグラグ講座編よっ。バグラグ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 さんなんですけど、一番歴は下です、この4バンドの中で。最初ね、ビジュアル系なのに見た目出してなかった。あ、そうなの？そう、シークレットでやってて、まあ、それもまず話題になったんですよ、うん。まあ、対戦はもう桐生さんと同じで、はい、ボーカル、ギター、ギター、ベース、ドラムという感じで、まあ、コンセプトはね、一応バグラグっていうのがその豪華な不良品っていう意味なんですけど、だからなんかそういったコンセプト一番ね、ポップだね。でもこの4バンドの中だったら、うん、一番、だからビジュアル系っぽくない、うん、言うならば。もちろんデスボ使う曲っていうのもなくはないけど、うん、なんつうのかな、PV の中で使う曲がないかもしれない、うん、だからこうライブだとそこでデスボしたりとかっていうのはあるんだけど、音は軽いかな、比較的。そのあんまり重さはないけど、ライブだとちょっと重かったりっていうのがあるバンドで、まあ、まずボーカルは一世さんっていう方で、目がすごいギョロってでかくて、そのまあよくまあインパクトが本当に強くて、こう声量がすごくて、 CD 音源で評価するんであれば 4拍子の中で一番歌うまいと思います。ただライブがね、ちょっと荒れるんですよ。結構ね、ムラはあると、なんかね、音程がちょっと外れてたり、まあ、それが味なのかもしれないけどっていうのはちょっとあるから、それ考えるとビストリップのトモさんが上なのかなっていう感じはして、でも音源ならあ、うまいなっていう、もう一瞬出てから、逆にうますぎて気持ち悪いって俺は最初思った。だからまあそのビストリップさんと併合ファンが多くて、ただビストリップさんとかちょっとハードで、ちょっとポップめ、なるほど、ね、だからいわばキラキラ系と呼ばれることもあるとは思うね。メンバーはちょっと紹介なんですけど、ギターの和樹さんとギターのユウさんと2人いるんですけど、まあ、これもね、結構セットでこう言われることが多くて、いやでもシンプルにうめえっていう感じでしょ。いやなんかね、技術とかよくわかんないから、そのピッキングとかタッピングとかっていうのはよくわからないからあれなんだけど、ライブ映像を見てる感じ、荒れてる感じは一切ないっすね。安定感、そう、安定感もそうだし、やっぱ音作りがうまいのかなっていう俺の単純なる感想。曲によってどっちがメインかが普通に変わる。あ、そうなんだ。で、和樹さんはね、見た目かっこいいっすね。178ぐらいあって、モデル体型で、まあ、王子と言われてて、メイクもね、超薄いんですよ。あ、そうなの。でも全然ね、する必要ないですね。もうイケメンっすか。まあ、ユウさんは、俺は個人的には好きですね。なんかね、結構サウンド重いかな。まあ、好きなギターソロが何個もありますね、俺的には。まあ、早速小ネタなんですが、はい、ベースがこうバカなんですよね。はい、でこれが今、レジスターレコーズっていうバンドにあるじゃない、事務所いるんですけど、はい、まあ、BP レコーズの黒崎まひろと、でレジスタレコーズのこのバグラグのツバメと言われてるわけです。回答がね、いやでも多分ツバメとかバカだって、5曲が5点5点5点4点3点だと思う。マジ。あ、20点満点中だけどね。あ、100点中22点と。ベースのツバメさんはさっきバカって言ってたんですけど、演奏はね、多分結構普通というか、まあ、まあ普通に上手いんじゃないかなっていう、まあ下手っていう人もいるんですよ、うん、結構賛否両論だよ。めっちゃうまいって人もいるし、めっちゃ下手っていう人もいます。ネット評価を調べた感じで。で、ドラムは、まあ、サウミさんの人で、まあ、見た目としてはね、ほんとオレンジレンジ。ビジュアル系じゃない。タンクトップがよく似合う。砂がこうあったらもうサーファーにしか見えないっていう感じの人です。なんかそれチャラ男キャラなんですけど、頭は良くて、学力テストね、だいたい2位を。大体撮ってます。まあ、ドラムのうまさはね、俺は好きなんですけど、まあ、結構批判はされてますね。その後加入にしては下手じゃないっていう。じゃあもうスメ曲ですか。この前ギロチン聴いてましたって。ちょっと聞いたね。あ、聞きました、うん、俺として一番最初にハマった曲がちょっと読み方だったんだけど、多分 RIP だと思うよ。リップか RIP、はい、まあ、レストインピース、安らかに眠れ、うん、ですよ。まあ単純にまあサウンドがかっこいいのと、まあ、ボーカルの歌がバカ。もう歌うますぎる。俺カラオケで歌ったんですよ。あ、もう、ピッ。無理だ。そう、演奏中止。ダメだ。そう、無理。で、あと何かなぁ。まあ、売れた曲最初に。オリコン1位、5位とか4位とかを普通に入ってたんですよ。ガンガンさん。で、最初入った曲がひっちゃかめっちゃかっていう歌な。はい、まあ、俺個人的にはね、バカ好きっすね、こういう曲は。でね、次に、コネって曲を出して、その曲も4位で、幸運の女神は去りゆけど笑えって曲があるんですけど、まあ、全然10位だったかな、確か。まあ、この曲がね、あ、いいなって。ちょっとライブ映像を見ていただきたいんですよ、それに関しては。はいはい、音が重いんですよ、ライブだと。ライブは本当に楽しそう、てかもう全員楽しそう。で、俺ね、結構なんかライブがおすすめなんですよ。ああ、バグラグは、うん、結構ライブがおすすめだから、まさにこれはめっちゃ見ました、本当に。この日比谷の曲じゃ何曲か見ました、とりあえず PV を。はい、わかりました。っていう感じですかね。どうですか。いやー、まあ歌はうめえ。
やっぱ派手さはないんだけど、こうなんかすごいまとまってるなって感じ。もうこうなんて本当にグループっていうかバンド一つで成り立ってるって感じがするかな、この人たちは。このね、ショーツグローっていう曲があるんですけど、この曲もね、ちょっとふざけてるんだけど、結構おすすめなんですよ、ただね、ギターソロがチート。いや、もう、ほっって感じで。こういったところですかね。なるほど。どうですか？いやー、かっけえですね。キモリドド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 ドってところがめっちゃ好きっすね。なんかこう結構ふざけてるじゃんところが、サビをさこう締めてくる。それが俺すげえ最初初めて聴いた時、なんだよこの曲、だから B メロでふざけてるのかってなって、なんかアヒルみたいな声出してきて、思ったらさ、いきなりさ、おいであったおたけ世界は、おおおお、なんでなあれすごいな。サルのね、ほんとね、ライブ映像がね、あれおすすめなんですよ。あのね、ほんとにね、クオリティはまず高いんですよ、もちろん。ほんとに楽しそうで、あとね、この時調子いいっすね、全員。そうなんです。はい。といったらですね。どうですか？いや、あの、PV だと、あの、ボーカルの人の顔がすげえ印象的だったけど、あの、ライブ映像みたいな、そんなんでもなくて、まあ、すっごいかっけえ。それが一番印象的だったから。そのボーカルなしで一時期4人でやった時期があって、4人の方のライブも入ってるんですよ、でちょっとそれ の特集が組まれたんですよ、テレビ東京さん でその番組が公式で上がってるんで、それをちょっと見ていただこうなっていう、本当にね、5人の絆がすげえなと思ったし、本当、あ、こんな、なんつうのストーリーあるんだって俺は思ったね。まあちょっと軽く説明すると、誕生日を高校の友人と一緒に居酒屋で飲んでたんですよ、ボーカルが。でそしたらまあ、階段から落ちちゃって、もう血だまりがブワーってなってて、あと30分運ばれるのが遅くて死んでたと。で診断書とか もうだいぶエグいんですよ。でまあそれでまあやって武道館やったんですけど、それがその1年後のそのボーカルの伊勢の誕生日っていうのがあるんですよ。そのね、あのこので今ちゃんと復活してやってるんで、はい、そこまでの奇跡を描いたこの番組、タイムマシーンはない脳挫傷のボーカリスト300日の奇跡って、これあのテレビ東京さんの方で出してたんですけど、今レジスタレコードってその所属してるレベルの方で、はい、あの公式で出てる方になってるんで、こういった感じですね。はい、どうですか？なんて言えばいいかわかんねえなって感じかな。やっぱいいバンドですね。そうっすね。そのボーカルをやっぱそれだけ思ってる、メンバーが思ってるし、まあ、メンバーの絆があってこそならでは、しかもちゃんとね、あれだけお客さんも集まってね、あったかいっす。実際だってレーベルメイトがいるんだから、ボーカル別に借りてもよかったわけですよ。ああ、まあそうだね。でもそれは違うっていうかね、そういう決断っていうか、そうです。レーベルの社長がめちゃくちゃワーケーっていう、やからし、あれやからって言われてるんですけど、やから社長ってか、こんなストーリーあるかって思うし、だってぶっ倒れた1年後武道館だってやばいよな。あと今のでちょっと番組でも分かったところは、4拍子の絆もちょっと分かったんじゃないですか。確かにこの番組ちょっと俺も多分見たの12回目です。すげえな、超リピートして。でも最初の方はもう泣いてましたね。ライブ映像はあとでまたゆっくり見ていただこうかなと思います。まあ、ちょっと先にちょっとプレゼンをね、終わらせてからと。まあ、これ見ればもうね、もうそうっすね、バグラグっていいバンドだなっていうのは分かってくれたと思うので、まあ、ポイントとしてはやっぱもうね、ボーカルが本当にサクサクしてても、まあ、天才であると、歌がないと、で演奏もすごい上手くて、でちなみに曲調もね結構幅広くて、ああいうポップな感じもできるし、まあ、ポップめが多いんですけど、ポップな感じもいいし、結構重めなサウンドもちろんできるし、あと本当に少ないけど和調も一応はできる。本当に幅広い。まあ2曲ぐらいですけど、タイムマシーンはでも見たいな、これもし4拍子やるとしたら。ということで、バグラグ、こういったバンドでした。ぜひ他の曲も聴いてみてください。知れてよかったっすね。はい、まあ、いいバンド。ちょっとね、オフィシャルで出てる PV がちょっと少ないんで、概要欄に貼れるかは分かんないですけど。